天石立神社は、奈良県奈良市、野牛町の岩戸谷にある神社。トイ山という小高い山の北六、標高330メートルの山中に、本殿をありたず、鎮座する巨岩を直接拝する形態を取る。縁起式神明帳に、天の石立神社と記載される、式内勝者で、旧社格は尊社。斜辺はと岩谷と少子鬼滅の刃のモチーフとなったと、される。 一等石をはじめとする巨岩、巨石が類類とする、継承地で、拓庵によって、野牛重慶の位置に数えられ、万年計と名付けられた。前立岩と後立岩前、福岩尾と、前立岩巾着岩と前福岩尾扉形に三つに、割れた、加工岩の巨岩、前福岩尾、前立岩、後立岩の三国の周囲の樹幹に締縄を張り巡らし、これを身体として祀る。 前立岩は、神戸岩とも称すが、他の二岩と共に、天岩との扉石が落ちてきたものという。また、昭和28年に、南西の崖から落ちてきた丸型の、巾着岩を加え祀っている。前立岩豊かいは命の身体岩で、天岩立神社とも称す。板形、高さ6.0メートル、幅7.3メートル、厚さ1.2メートル。 五立岩串岩命の身体岩で、天岩宮神社とも称す。いた形。全、福岩尾天岩と別名の身体岩で、天立神社とも称す。いた形。1.2メートル。幅約7メートル。厚さ1.2メートル。巾着岩。アマテラス王姫命の身体岩で、日向神社とも称す。丸型。幅7メートル。高さ7メートル。角岩の祭神は、玉。 境周囲によるが、いずれ巨石を、神霊のよりしろと見る古代日本における、自然崇拝の高齢として注目される。なお、鎮座地一帯に分布する巨石のそれぞれにも、すべて3123柱の神々が宿ると、している。本でもなく巨岩そのものを身体として崇める、太古からの祭祀の形態を残す古社で、宗始の年代など、つまびらかにすべくもない。 鎮座地高峰にそびえると岩山にかけての至るところにも巨石が見られるほか、野牛をはじめとする奈良市の山間部には巨岩、巨石に対する信仰の形跡が多く見られ、大柳生町に鎮座するより主婦山口神社の拙者立番神社等も巨岩上に社を構えている。平安時代の縁起式神明朝には勝者として記載され、社殿によれば、人代の昔、 天岩戸の故事に基づいて創始されたという。すなわち、田地からおの命が天岩戸を開いた時にその扉石が当地に開いしたもので、神の御愛のとのいいから、神戸岩とも称したという。また、当地一体は、関白、藤原頼道の時代に、春日大社に神領として寄進されたが、その折には神戸岩が名動したといい、近世諸島に至るまで皇室に刑示あるたびに、 名道を繰り返したという。柳生宗都氏が当神社で剣術の修行をしたと伝え、江戸時代には柳生藩の歴代藩主から数形された。柳生宗広の鬼神に係る法鋭2年名の石道楼や道俊平による官房2年名のそれが残されており、柳生家の菩提寺である吉野理事には官永2年の奥書きのある当神社の演技書、神戸岩演技が伝わっている。 明治になって孫社に列したが、同七年の神社名祭町には、問い渡神社とされていた。野牛町に地域を分けて、交代で勘主を務める、周り勘主のしきたりがあり、勘主に当たったものは正月に、神体岩の締め縄を張り替えることになっているが、それ以外の兵士は、八坂神社の宮座が世話をしている。上述のように本でを有せず身体岩の東方、巾着岩の脇に、 河原吹きの簡素な拝殿だけがある。新体岩と拝殿の間に、野牛藩主騎士による石灯籠2基が立ち、かつては胸広が、宝永2年に建立した、能舞台が設けられていたが、現在は、野牛町野坂神社へ移築され、同神社の拝殿に代用されている。一等国神社の北方100メートルほど隔たった、ところにある、全体で、長さ8メートル、幅7メートル、 高さ2メートルの花崗岩であるが、中央付近で斜め一直線に割れている。上泉の仏名と試合をして破れた、石州祭宗俊が3年間この地で、毎夜天狗を相手に、剣術修行をし、ある夜一刀のもとに天狗を切ったと思えば実は、この岩であったと伝え、現に岩面に、天狗の足跡が残るという。ちなみに宗俊は、この修行で武刀の極意を悟り、 野牛新影流の死祖となったという、ありがとうございます。